夏だから7月なので浴衣です。浴衣です。そう、植え付けしてない人立ち悪くて休みました、ごめんなさい。そうです、妊婦の学校とバオバオの何だっけ、魔女の掲示板を配信しました。来月は8月28日です。はい、よかったら見てください。蚊に刺されてめっちゃかゆい。あ、かゆい。それからここに畑も一つ作りました。で、シソとパクチーと、これはあの赤じそを梅漬けにしたのをそれで植えてみたんですけど、どうでしょうか。赤じそのね、根っこと茎がついてたので、葉っぱだけ梅につけてこれ植えてみたんですけどね、ダメでしょうかね。猫はついてますね。ここから新芽が出てきてくれたらいいんだけど、どうかね。じゃがいもさん、ピーナッツさん。ピーナッツか、それ。うん。これがピーナッツ。じゃがいも。うん。おナス。刺された。ほら、ここに花芽がついてますよ、花芽。ほら。ね、この花が大きくなっておナスができます。これほら、トマトのね、隣にドクダミが可愛いよって言ってたの、実は里芋でした。さつまいもでした。さつまいもだったの。こっちにいっぱい出てきてます。さつまいものつるだと思う。さつまいもでしたね。なんかかっこいいなと思ってたの。さつまいもでしたね。似てますよね。ちっちゃい時はドクダミだと思ったの。あれドクダミかな、あそこにあるやつ。ね、生えてきたの、これなんかキュウリかカボチャか。カボチャかな。カボチャだね。カボチャが出てきた感じです。植えてない。これもゴミから出たんです。これもほら、庭に掘り込んで。ゴミから出た何かの苗です。なんだろう。あ、みっちゃんにせあれ、校長先生に説明してもらおう。校長先生に。卵。私は何も使う。はい、中華風煮卵と茶葉卵って書いてチャーイエダンって言います。醤油 と、ジャスミンティーと八角だけで作ります。すごく香りが良くて美味しいですね、もぐらくん。校長先生、今日の給食は、はい、メニューは、はい、今日はご飯がひじき、昆布、高野豆腐、海藻、なんかいろいろ入れた炊き込みご飯です。お塩だけで炊き込みましたので、あんまり強く味はつけてないのね。それからあのたまたま丼、玉ねぎと卵を のたまたま丼です。それからこれはトマトと玉ねぎのとバジルと、バジルとイタリアンパセリは今から取ってきます。上に散らさないで下に全部埋めちゃって。で、これサラダ。それから、これはゆささんの煮卵ね。さっき説明した。それから、これはイノシシの腸です。すごい、初めて食べる。初めてだよ。あの、これね、このクエン酸で食べてください。
クエン酸で食べるの？うん、え、酢じゃないの？うん、まあこれも私がいろいろ手作りしたやつです。美味しいです。召し上がれー。いただきます。はい。